さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。さあそんなお二人、はい、元気いっぱいですけど、はい、二人にとってのエネルギー何でしょうか。それは家族だったり、何ですかね、好きなものを食べるっていうことだったり、うん、ああそうです楽しさ全然違うんだよ多分、ね、いいんですよ、いいんですよ、いいんですか、そういうこと。エネルギー、まあ、私はもうあの言わずもがなチンジャオロースでございます。やっぱりチンジャオロース女性なんだから彼氏とかなんかね、そういうのどうしたんですか、ううす今日は。そういうこと、そうね、エネルギーってやっぱり大事じゃないですか。大事ですよ、原動力、はい、ということで今回最初にご紹介するのは、再生可能エネルギーの普及促進や太陽光発電をはじめとする市民ファンドとして幅広く投資運営を行っています、こちらの企業様です。ライフライン、それは過去から現在そして未来に至るまで私たちの安全な生活に寄り添い常に大きな支えとなってきた。中でも人々の暮らしを明るく照らし続ける電力は替えのきかない生活の要としてあり続けている。しかしその一方で日本の電力に対するエネルギー自給率はわずか 6% にとどまり、残りの 94% は海外からの輸入によって支えられているという大きな問題が存在していた。そこで豊かな自然を生かした太陽光発電を分譲型ファンドとして消費者に提供し、国民と共にゼロエネルギー社会の実現を目指す男がここにいる。株式会社ゼック代表取締役柳川勲。2015年には栃木県下野市と非常時に備えた災害協定を結ぶなど、今各自治体からも高い注目を浴びている再生可能エネルギー、その普及に全力を注ぐ柳川勲をスタジオに招き詳しく話を聞いた。太陽光発電所自体を売買したりっていうのはたくさんあるんですけれども、こういう形でファンドとして皆様の小口のお金を集めてそれを太陽光発電所に投資をするというのはですね、なかなかそのないんですね。ヨーロッパでは今ドイツとかでは非常にこの10年事例があるんですけれども、まあ、我々もそこに勉強しに行ってですね、3年前にそこから始めたんですね。飲食店のファンドとかはよく耳にしたりとかはしますけど、どうしてこの事業を始めようと思ったんですか。今の日本のその太陽光とか再生可能エネルギーに対する投資を見てると、ほとんどが法人の方の投資なんですね。つまり今買い取り制度がものすごく高いって、このまあ何年間3年間がずっとあった、今はちょっと低くなってるんですけども、そういう時に投資をする人っていうのはほとんど法人だったんです。そうするとですね、法人に関してはこれ大きな利益を求める企業集団なんで、これ買い取り価格が小さくなるともうやめちゃうんですね。そうなってくるともう日本はそれで止まっちゃうという形になるんですね。でところがやはり そんなに大きな収益はない。今個人の預金ってですね、まあ、もうマイナス金利っていうことが、まあね、日銀で叫ばれているような中でものすごいもうビビたるもんですよね。でそうするとやはり個人の方っていうのは長くこの再生可能エネルギー投資をする、そういう、こう土壌があるんですね、個人に関しては。ですから我々は個人を主体としたこの太陽光ファンドを作ろうということで始めました。でなぜ市民ファンドなのかなんですけれども、個人の方はですね、今の再生可能エネルギーの固定価格買取制度ってあるんですね。これに参加しづらいっていうのが個人の方にはあります。全量を買い取ってもらうためには10キロワット以上の施設を作らないといけないんです。例えば太陽光パネルでいうと、400平米、例えば100坪ぐらいの屋根が必要なんですね。かなりですね。それとそれぐらいの太陽光を作ろうとするとですね、まあ、ように300万400万かかっちゃうんですね、最低でも。そうなると個人でやるにはなかなか辛いというか、参加しづらい制度になっちゃってるんです。そこを我々は小口で一口50万円からですね、出資できますよということが我々 その市民、太陽光分譲ファンドということになります。ゼックさんのファンドの特徴っていうのは何ですか。ゼックがお金を集めるといってもですね、なかなか、大きな会社でもありませんから知名度もないですし、非常に分かりづらいわけなんですね。でそこで考えたのはですね、全てをガラス張りにすると、
ほとんど、まあ、投資信託でもそうなんですけれども、資金はそこに入れるんですけれども、うん、そこから何に投資されているかっていうのはほとんどの方は分からないですよね、うん、そこをまずクリアにしようということで、発電所例えば1号だったら1号、2号だったら2号ということで、うん、この発電所にこのお金を全額投資しますということで、まず投資対象をはっきりと明確にする、はい、ということなんですね。でそれとどれぐらい今この発電所が発電しているのか、で発電量を皆さんに見ていただくんですね。出資者の自宅のパソコンでパスワードを入れていただければ、自宅で今この発電所がどれぐらい発電所が見れるんですね。ですからそうか皆さんに見ていただくと、うん、見ていただいて、あじゃあこのファンドいいなということになれば、またその方が他の人もしくは自分ももう一回すると、うん、知名度が、まあ、最近はですね、うん、ちょっと上がってきたかなというところでございます。まあ、8号直近ですね、はい、3月末に募集が終了したんですけれども、うん、4億弱集めたんですけれども、はあ、そんだけスペースがあるんですね。そうですね、作られた、はい、でおー、それ大したもんじゃないですかね。すごいじゃないですかね。それがですね、半分の方がねやっぱりリピーターなんですね。あなるほど。我々としては非常に嬉しいというかですね、あ今の我々のこのファンドをすごくこうしっかりと見ていただいているという表れなのかなというふうに思っています。場所選びとかでもそういうのって大変ですよね。リサーチ、そこもうおっしゃるようにね、茨城のですね、はい、ところはなぜ茨城を選んだかというと、私どもはたまたまですね、その土地を紹介していただける農家の方がそこにいたっていうのが、まあ、一つは一番大きいんですけれども、はい、東京から何かもし不具合があった時にすぐにそこに急行できるというような場所になると、やはり茨城もしくは栃木、群馬とか、まあ、この辺になるんですけどもね、茨城はですね非常にその海に近くで太平洋側で日射量がものすごくいいんですね。非常にそういう意味で我々と立地としてですね、茨城県が非常に良かったんですね。立ち上げ当初からすぐうまくいきました。1号を分譲というか募集を開始した時はですね、はい、今我々知名度のない会社ですので、本当にこの会社のお金預けて大丈夫かよという方がたくさんおられたと思うんですね。ですから非常に苦労しました。募集期間を2ヶ月設けてたんですけれども、最終的に集まったのはやっぱ3ヶ月かかりました。まあ、苦し紛れにですね、私どもの知り合いもしくはですね家族親戚とか、まあ本当に我々は分かっていただいている方にご出資をいただいて、やっと1号こう仕上げたんですね。で1号仕上げますと、まあそれをこう見ておられた方がやっぱり今度2号の時にですね募集に参加していただきまして、2号に関してはですね、なんともう2ヶ月期間内にすっぽりとこう収まったんですね。やはりこう全てを見せるということが大事だと思うんですね。ですから1号2号3号4号に関しては全てもう1年経って分配もしてるんですけれども、その分配もこうなりましたということをネット上で全て配信をしてやっていってますんで、まあそのあたりがですね少しはこう信頼をしていただいている証なのかなというふうに思ってます。記者会見もされたんですよね。そうですね、はい、たまたまこ うちのスタッフがですね、その茨城県の県庁に行った時にですね、その記者クラブの方にもしよろしければこの記者クラブで記者会見をやっていただいていいですよと、まあ、その日大変珍しかったんですね、はい、そういう太陽光分譲ファンドというのがですね、はい、まあ、そういうご案内をいただいてですね記者会見させていただいて、でまあそれ以降ですね1号をやった時は本当に新聞社も3社4社載せていただいてですね、はい、日経さんも全国紙でその時載せていただきました。そして今なんと9号、うん、そうですね、はい、もうおかげさまで本当にご出資していただける方がですね、はい、こう倍々でこう増えていってまして、この夏ちょっとまた東京電力さんとの連携の協議とかですね、うん、まあ、そのあたりがちょっと長引いてまして、まあ、今予定では7月1日からというふうに予定をしてるんですけれども、これがまだちょっとずれるかもわからないと。こういった形でファンドだと一般の方もかなり投資しやすくなりますし、再生可能エネルギーに私たちが
こうなんていうんですかね、力を出していけるぞっていうところで協力できますし、うん、いいですよね。そう、投資のプロの方よりやっぱり一般の方の方が多いですか？比率的にはですね、こういうこう本当の一般の会社員の方とか主婦の方もおられます。例えばこう金融不安とか、はい、もしくはこうリーマンショックとか、うん、でところがこの太陽光っていうのは太陽が照ってさえいればですね、うん、まあ、そんなことに何金融関係に関係なくですね、勝手にお金が出てくると、まあ、我々はその自然災害が一番怖いんですけれども、うん、その自然災害についてもしっかりと保険を入れて保険でカバーできると。災害については市と協定も結んでらっしゃる。これは6号の発電所なんですけれども、はい、下野市さんからも土地を提供していただいているんですね。でそんな関係もありまして、その何らかの形で地元に貢献をしたいということで、我々の意思でですね、そこの発電所もし災害が大災害が起こった時にですね、もう電源の供給はできないんですね。大災害が起これば電気がもうあの遮断されますので、でもこう発電はしているわけなんですね、うん、パネルに太陽が当たると発電をしますので、その時の電気を使って例えば災害用の充電器を買ってきてそこに充電をしてですね、うん、それを避難所に持って行ってもらって、例えば携帯電話の充電器に使ってもらえるとかっていう、そういう災害用の充電器置き場というところを作ったんですね。それをですね、下野市さんに寄贈いたしまして、我々がで協定を結ばせていただいて、災害が起こった時はですね、こういうふうにしてくださいとか、その時の災害の訓練も含めてですね、我々はさせていただいています。電力問題を抱える現状に再生可能エネルギーという新たな光を照らし出し、今後もさらなる事業の発展を続ける柳川勲。そんな男が掲げる今後の展望とは。今はですね、太陽光ファンドがメインなんですけれども、再生可能エネルギーの中にはですね、太陽光だけではなくて風力、あるいは小水力、あるいは地熱、もしくはバイオマスと、まだまだその電源の種類があるんですね。太陽光と風力っていうのはですね、太陽が照った時だけ、もしくは風が吹く時だけと、不安定な電源っていうふうに言われてるんですね。で、片やですね、例えば小水力発電、水力発電っていうのは川の流れを利用して、する発電です。これは常時川は流れてますんで、ですから小水力発電とかもしくは風力発電とか、そういうファンドをですね、これからどん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 これから作っていきたいというふうに思ってます。最先端の話、はい、で我々に近い話を今日はそうですね伺うことできましたね、はい、うん、ね、まあ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さまざまな商品やサービスを本気でプロデュース。我々ナイツがあなたのご依頼に全力でぶつかります。どんな商品も必ずヒットさせます。毎週金曜夜10時30分はナイツのヒット商品会議室。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人にとって癒しの瞬間ってどんな瞬間ですか？癒しの瞬間、はい、仕事を終えてバッとこうやって一杯飲む時も癒しですよね。癒しですね。気持ちいい。女性なのにそっちこれ、はい、いろんな癒しありますよね。どこかから行って家に帰る時とかね、やっぱり、うん、車の中とか、あ、いいですね。あ、温泉とか時々、あ、いいですね。かかりますね。でも癒しの、ね、瞬間でやっぱり人生の中でとっても大事じゃないかなと思うんですが、次にご紹介するのは、憧れの仕事から地元でリラクゼーション事業を立ち上げ運営をしています、こちらの企業様です。私たちの生活を取り巻くストレス社会、そんな現代を生き抜く上で常に日本人を悩まし続けている存在、それが目には見えない腰痛や肩こりといった症状である。
平成25年厚生労働省の調査でも腰痛、肩こりといった慢性的な症状に悩む男女の数は数値としてとても高いことを示し出していた。そんな人々が抱える日々の疲れを低価格でありながら丁寧かつ高度な施術によって解消し、時代が求めるひとときの休息を確かな技術、そしておもてなしの心でサポートし続ける男がここにいる。株式会社トワリン代表取締役小林正利。安心で安全な施術をモットーに、スポーツやリハビリ分野の専門家と提携を結び、現在はリラクゼーションという事業を通して人々に幸せを与え続けている。今回は小林正利をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。こう名前がトワリンって可愛らしい名前ですけど、どんな意味が込められてるんですか？基本はトワリン、うちの子供の名前を取ってるんですけれども、はい、僕生まれる前に兄貴が死んでまして、で、トワっていう意味で、永遠とか、うん、あと、はい、で、叶える翼なので夢叶えて世界に旅立ってほしいなっていうのと、凛ってすがすがしいって感じなので、うん、女の子としてはちょっと清らかな感じというか、すがすがしく生きてほしいっていうのを、ちょっと重ねて、でもうその当時名前を考える時にもうどうしても思いつかなかったので、どうしてもやっぱり自分の子供と思い入れが強いので、うん、それでちょっとくっつけてトワリンっていう名前に、うん、実は面識があってですね、はい、何度もグランドではお会いしてるんですけどね。あ、そうなんですか。はい、そう、小さい頃に。小さい頃、はい、最初は小学生ぐらいだと思います。小学生ぐらいですかね。練習場で一回会わさせていただいて、で大人になって栃木で一回、はい、サッカーってすごいですね。ご縁がつながりますね。もうウキウキしてます今日。トワリンしてます今日。同士になっちゃう。リンリンじゃなくてトワリンします。人々の求める癒しをリラクゼーション事業として展開することになった、そのきっかけについて小林に振り返ってもらった。もしかしてそのサッカーがきっかけでこの事業とかですか？うん、そうですね。そうなんですか、すごい。最初大学生の時に、はい、実際足首を壊したりして、その当時ちょうどワールドカップが日本で開催されて、でその時にちょっとサッカー協会とかでボランティアをさせていただいて、そこでトレーナーさんとちょっと出会ったりして、で実際こういう職業に就きたいというところで、当時大学にいた筑波大学の先生にお話をして、でそこでトレーナーになるためにはこういう資格がありますよっていうので、学校に行かせていただいて、でそれから免許を取らせていただいて、でそれからサッカーの関係のトレーナーさんとかに憧れたところが強いので、でそういうところができるっていうところで整形外科のスポーツ整形で、当時栃木市をサポートしたスポーツ整形外科に入らせていただいて、でそのメディカルという立場でずっとサッカー選手だったりとかバスケットボール選手だったりっていうところをサポートしていきながら自分で開業させてもらって、でそのまんま介護っていう形で、おじいちゃんおばあちゃんたちが今度行く場所がなくなってきたので、で介護というところで介護をやらせていただいて、はい、そして一般的な方がもっと敷居がちょっとやっぱ整骨院とかって今日少しだけ高い気がするので、もうちょっと低いところっていうところで、リラクゼーションっていうのを今展開をさせていただいている形ですね。地域密着ってお話先ほどもありましたけど、栃木にこだわってる理由とかってありますか？嫁の出身県であるので、どうしても家賃が安いところ、最初接骨院だったので診療報酬って変わらないので、東京でやるよりも家賃が安くて、変な話だとスペースが取れるところじゃないと、どうしてもスポーツ選手も見たいとかそういうのもあったので、どうしても歩いたりとかっていう動作を考えると、広くて家賃が安いところで、なおかつ人口増加がしているところって考えると、どうしても栃木県の佐倉市が唯一その栃木県で人口が増加しているところだったので、逆に言うとお子さんも多いので、そういう意味合いでそこにところですかね。もうそれも全てこう包囲してるっていうかね、住み込まれてるというか、はい、なるほどね、地域で愛されてるんだね、でもきっと。続いて現在数多く存在するリラクゼーション、その事業の中でも小林にはある強みが存在していた。
診療所はかなり手作り感があると伺ったんですが、今新しく出してる、はい、あのリラクゼーション施設に関しては、ほぼ大体手作りでやらさせていただいてて、壁紙から床から、電気以外はもう看板まで全て手作りでやらさせていただいてます、はい、先生がやられるんですか。はい、あ何でもやられますね、はい、何でも体も直しちゃえばそっちも作っちゃうみたいなね、はい、もともと実家が建設業なので、まあちょっとコストをかけないでやるって考えると自分でやった方がいいのかな。でもなかなかできないじゃないですか、そのアイデアだとか技術がなければね、はい、もそれでも敷居を低くしたい、いろんな方に来ていただきたいって思いからリラクゼーションも始められたってことですね。そうですね、やっぱその保険診療っていうところで、まあ、価格は安いんですけれども保険を使わなきゃいけないっていうところでデメリットを感じる方もいらっしゃって、で今うち低価格を売っているので、はい、来やすい形で、特にあの栃木県そんな所得も高くないので、あのできるだけ安い価格で、そこで何かあったらそれはもう接骨院に来ていただいて、で、まあ、何かあったら接骨院から、まあ、提携しているドクターのところへ紹介するっていう流れが作れればいいかなと思ったので、まあ変な話、まあ赤ちゃんからまあご老人の方まで皆さんが来れるすごい一番低い敷居ってやっぱそこなのかなっていう。しかも価格もやっぱり都心と比べたら全然違いますね。1000円2000円ぐらい安いんじゃないかなっていうぐらいの価格で。そうですね、今一応40分で1980円っていう安い我々先ほどねパンフレット見せていただきましたけどもね、はい、もうそこ一応メインで歌いながらやらせていただいてる感じですね。なので今現状で佐倉市とか今全部県内で13店舗ぐらいをやらせていただいてるんですけれども、延べで本当にその佐倉市って4万5千人しか人口がいないんですけれども、今現状年間で3万人ぐらいの方が佐倉市はご利用してくださってるので。競技場かそうですね、どれだけ広いかスタジアムかそれだけでもそういう治療ができる人も連れてこなきゃいけないですよね、うん、あのもちろん接骨院とかだと国家資格が必要になってきてしまうので、うん、今 の, そのリラクゼーションとなると基本的には民間資格って形になるので、うん、まあ、やる方もそんな敷居高くないような形 で,、うん、でもし何かあった場合はすぐあの連絡取れるように接骨院なり国家資格持ってる方に連絡してもらうっていうシステムにはしてます一応、うん、今どれぐらい店舗数あるんですか。リラクゼーションだけで13店舗で、介護が2店舗、はい、整骨院が1店舗と、あと訪問マッサージ院が1店舗って形ですかね、すごい。訪問マッサージ、はい、お医者さんの診断書が必要なんですけれども、うん、家出れないとか、うん、そういう人に対して、まあ、リハビリやりながらマッサージをやっていくって形のもやらせていただいているので。それいいよな、トレーニング方法まで教えるみたいな。そうですね、やれることをできること、はい、どうしてもやっぱお医者さんの診断書があるので、うん、まあ、どうしてもあの動けないっていうところになるのでやれることが少ないので。ああ、やっぱりそういう方々ですか、はい、そうですね、なるほど。で、まあ、やっぱりそういう訪問マッサージだけは保険が使えるので低価格で回っていけるので、まあ、ちょっと見守り的なのも少し含まれてるのかなと思いますね。これからもどんどん店舗数増やしていくんですか。で、今一応現状フランチャイズを考えていまして、で、まあ、全国的に困ってる方がいるっていうところで、うん、まあ、今もみほぐし屋さんとかって多くなってきてるので、うん、はい、ただやっぱりそのせっかくもみほぐし屋さんやってても、うん、痛い人ってやっぱ来られるんですね。腰が痛いとか肩が痛いとか、うん、でそういう方々が次の段階にどこ行くのかっていうところのサポートはできないところが現状なので、近くの、まあ、整形外科だったりとか、まあ、整骨院でもいいので提携を結べるような感じのフランチャイズ展開をできれば、もみほぐし屋だけどちゃんと医療機関とつながってるので何かあったら紹介しますよっていうような形のフランチャイズを作っていきたいなって、全国にっていう。今お話本当にあったようにもみほぐす場所っていっぱいありますけど、はい、かといってそれは根本を治すわけではまたなかったりするので、そこを医療機関とやっぱ提携されるってかなり強いですよね。そうですね、やっぱり医療機関とあの提携するのって結構難しいと思うんですね実際は、はい、やっぱりどん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 病気って進行もしてちゃったりとか、あとせっかく腰痛できてるのにずっとただ揉みほぐしてだけで腰痛がやっぱ良くなることはないと思うので、うん、まあ、全国でフランチャイズできたら1回は行かせていただいて、こういうコンセプトでやってますっていうのも、まあ、近くの整形外科さんだったりとか、うんうん、まあ、挨拶を行ってもしこういう時はご紹介させていただきますのでって形で、できるだけまあ地域と連携取れるような揉みほぐし
ほぐし屋さんがあった方がいいのかなっていうのと、あとうち人口5万人ぐらいのところを出したいなと思ってるので、近くで皆さんそこにしかないところになるので、うん、まあ、一番敷居が低いところのターゲットになると思いますので、逆にそういうところに1軒2軒っていう形でやらせていただいて、うん、まあ、地域に根付くような形の長い間できるようなもみほぐし屋さんができればいいかなと思ってます。そこに行けばリラックスができて、はい、なんか心も休まるっていうところと、うん、ちゃんと医療関係とつながっていて、はい、診断を受けてからまた逆に戻ってこれてもいいわけよね。そうですよね、はい、気軽に通える環境づくりによって一人一人の健康の大きな支えとなり、この先も多岐にわたった事業の展開で未来へと走り続ける小林雅俊。そんな男が描く今後の展望とは。今後の展望はやっぱりさっき言ったそのリラクゼーション施設を、まあ、全国に波及させたいっていうのが一番で、で、まあ、そこで、まあ、全国的にスクリーニングできて全国の皆さんの健康づくりを、まあ、やっていきたいなっていうのが、まあ、大きいところの目標で、で、まあ、あとはその栃木って、まあ、栃木県にやっぱ僕も今住んでますので、栃木っていうと小さいところで考えてみると、まあ、もう少しその医療 と、リラクゼーションと介護っていうところを密接にしたいので、今まあ本当その桜市でスポーツがちゃんと、まあ、変な話桜市に僕今いるので、桜市からプロスポーツ選手が何名か出していきたいなっていうのが、はい、個人的な思いと先生のサポートがあれば、はい、本当にやっていきたいなとは思ってます。最後になりますが、はい、小林さんの格言をお聞かせください。まあ、格言になるかわからないんですけれども、あの笑って帰れる場所を作りたいなっていう、やっぱ精神的にも肉体的にも辛いから、まあ、僕の会社だったり会社の管理施設に来ると思うので、あのそう考えるとやっぱ絶対に笑って帰れる、終わった後に良かったよとか少し痛みが引いたよとか、あと精神的に楽になったよって形の笑って帰れる場所作りをしたいなって思ってます。いや温かい話です、はい、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。様々な商品やサービスを本気でプロデュース、我々ナイツがあなたのご依頼に全力でぶつかります。どんな商品も必ずヒットさせます。毎週金曜夜10時30分はナイツのヒット商品会議室。ビジネスブックコレクション。もしもあなたが集客に困っていて、それをノウハウやテクニックで何とか解消しようとしているのなら、今すぐやめてください。集客術という単語がタイトルの一部になっている本なのに、いきなりそんなことを言ったらあなたはびっくりするかもしれませんね。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。たった5つの感情でお客様は動き出す。この本を書いたのはセミナー集客コンサルタントの笹田多恵美さん。30歳で退職し、セミナー集客コンサルティングの実践的指導で1ヶ月およそ2000万円を超える売り上げを叩き出した経験をもとに書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。